何者なんだ一体。ピッコロだと。話せ、今ここで何があったのか。天津飯もこっちに向かっているようだ。奴が着いたらまとめて話す。その前にこれだけは聞いておきたい。なぜ急にそれほどの戦闘力をつけたんだ。神様と再び合体したんだそうです。それだけで。ふざけやがって。どいつもこいつも宇宙一のスーパーサイヤ人をあっさり出し抜きやがって。頭に来るぜ。なあカカロット。来た、天津飯だ。わかった、すべてを話せ。なるほど。セルが完全体になるのを阻止するには奴を何とか探して殺すか、17号18号をやはり探して殺すか、そのどちらかだ。俺はまだそれほどでもないパワーのうちにセルを倒すしかないと思うが。せこい作戦ばかり立て上がって。合体したいんならさせてやればいいだろう。俺は敵がどうなろうと構わん。ぶっ殺すだけだ。甘く見るなベジータ。俺たちの手に負えなかった17号たちをセルは遥かに超えるというのだぞ。この俺に偉そうな口聞くんじゃねえ。俺は超えてやる。必ず超えてやるぞ。スーパーサイヤ人をさらに。スーパーサイヤ人をさらに超える。なあ、これから研究所に行って未完成のセルを破壊しても無駄か。いえ、破壊しておきましょう。少なくともこの次元の未来ではセルは誕生できなくなります。よし、クリリンとトランクスは研究所に行ってくれ。俺と天津飯はもう少しこの付近を探ってみる。はい。じゃあ見つかりそうになかったらカメハウスに。よし、行くかトランクス。はい。スーパーサイヤ人をさらに超える。今からちょっとだけ過去に行って17号とか壊しても意味ないんだよな。はい、多分そっちの次元の未来ではそれでよくてもこの次元には関係ないんです。難しいんだな。あの地下にコンピューターと未完成のセルが。ここだよな。はい。どうする、もう破壊しちまうか。いえ、その地下の研究所の中も調べてみましょう。もしかしたら人造人間攻略のことで何か。それもそうだな。よし、行ってみるか。やったな。ええ、これでこの時代にセルは生まれずに済みますね。それにしても思いがけない収穫があったな。お前が地下を調べてみるって言ったおかげだ。まさか17号たちの設計図を見つけられるとは。これを母さんに見てもらえば奴らの弱点がつかめるかもしれません。あ、それであのクリリンさん、見つけたこの設計図を。え、一緒に行かないのか。俺、父さんと一緒に修行をしてみようと思うんです。もし本当にスーパーサイヤ人を超えられるのなら、俺も。でも
ベジータが一緒にやってくれるとは思えないけど。かもしれません。でも一人でするより対戦しながら修行した方がはるかに伸びが早いのは父さんも分かっているはずです。そうか、覚悟はできてんだな。分かった、頑張ってこいよ。はい。